はいどうもさんこんにちは、カンです。ということでね、まあ、今日はですね、めちゃめちゃ強い人とね、フレマしたんで、まあ、それを流していきたいかなと思います。まあね、今さっきもね、あの、タミニャスさんって知ってますよ皆さん、あの、まあ、めちゃ強い人ですよ、ほんまに。多分一桁とか全然撮ってる人なんですけど、まあその人のね、YouTube ライブ、たまたまなんかおすすめで出て、ほんでそれで、あの、ライブ配信見とったら、なんかフレマで戦おうみたいな配信があってね、ほんでそれでなんか、 番号を出すから、早い文順で戦えるよ、みたいなのがあってんやんか。んで、それで、まあ,あ、俺はもうめちゃめちゃ端末2個あるし、結構数十通早い方やから、まあ、な1回目の挑戦で入れて <laughs>。で、もあの、このね、僕が、あの、前紹介したこのグラスの最強編成で戦っては、すごい楽しかった。 です。<laughs> いや今回の動画とは全然関係ないやんってな <laughs> ほんでまあ僕とそのためにさんがあの戦ってるライブ配信っていうやつの、まあ、URL 下の概要欄貼ってるんでそこから飛んでいただいて、まあ、僕との試合を見る場合は、えっと、1時間と6分のとこら辺まあ1時間ちょいのとこら辺から僕の試合となってるのでまあ見たい方はそちらに行ってまああれ結構その人めちゃめちゃ強いので、まあ、めちゃめちゃ参考になると思うんで、まあ、チャンネル登録とかも。 していていいいくださいととうことでまあ本題なんですけどまああのこの人はですねめちゃめちゃ強いんですよあのまだあのランカーの数字はまだ取ってないんですよ取ってないんですけどあの100台前半まで全然取ってる人でも、まあ、めちゃめちゃ強いですねほんで前回大会も2600とか超えたてたんでめっちゃ強いんですよほんでこの人とねあのリリカのスペシャルこのラケット吹き飛ばしスペシャルを 取れる練習しようぜって始めだったんですよ。けど、まあ、これ見たら分かる通り、まあ、分かる通りというか、まだ、まだ見てないか。あの <laughs>、これ見たら分かんねえけど、こう、わー飛ばせろ。ビーンって、頑張って。これわざと打ち上げてんねんで。時間稼ぎのため。ほんで、これスペシャル。でも、それでも決まると。ほんで、これはもうほんまに、30分ぐらいはずーっとやってたこれを。ほんで、まあ、結局、あかんかったから、まあ、普通にその後、その後っていうか、まあ、この練習も金でやってんけど、まあ、あの、 試合したわけやね。<laughs> めちゃめちゃ強いとて,てね。俺が前に紹介した最強編成ってあるやろ。あれのハードとグラス。まああの、まああの何戦もしたんやけど、その中から、まあ結構楽しかった、結構見どころのある試合を、まあ一戦ずつ用意しましたんで、まあそちらを見ていただけたらなと思います。はい、こんな感じでね。こう,こうジャスタスやん。ギアショッ打つやん。これな、後ろ行き過ぎたら行き過ぎたりな。跳ねすぎて取られんみたいな。<laughs> まあこんなこととかいろいろあってな。もう 無理やともうあの鬼破りスペシャルはもう取れないものとしようってまあ一応なんかねあの中衛ぐらいで遅いドロップで打てば、まあ、ワンチャンあるみたいなそういう噂もあるんですけど噂ってかまあ,あのそういうそれで取れる時もあると思うんですけどまあ取れないことのが多いということが分かりましたはい、まあ、わざと打ち上げる方法とかもあるんですけどね、まあ、とりあえずあでもこの今なんかすごい変な立ち回りしてるでしょ2人ともこれは普通にあのリリカのこの さっき言った通り、あの検、検証検証っていうか、ま、練習をしてたからこんな変な戦い方になってるけど、ま、ああの、このリリカの下りが終わってからもう普通に戦ってるはずやから、多分、多分な。俺だけかもしれん、普通に戦ってると思ってるわけどまあまあ、まあ、ま、あま、あま、あそんな感じやから、あの、まあ、今からは普通に試合です。はい。<laughs> あの、ま、あこんな感じでね、無事ね、あの、誰だってけ、越前はね、 春ででで殺すすことができたんですけど相手にミーアが,がおると何が起こるかっていうとですねミーアで SS o、SO、するとこのね春の呪いこれ呪いなんですけど春の呪いが解除されてね普通に越前使えるようになってしまうんですよ <laughs> ほんで今のやっぱリリが強いねギミックがすごいわほんでマジでミーアと越前のコンボはめちゃめちゃ相性がいい越前の弱いところってさ、まあ、弱いとまではいかんけどさ越前の,の弱点としては体力がめちゃめちゃなくなることやねんか 結構体力削られて負けることが多いと思うねん。1使ってる人はな。俺使ってないから分からんねんけど、まあ,あの、戦ってていつもそう思うわな。結構体力削れるから。だから、あのー、結構勝てたりすんねんけど、全然カレンとかでも全然問題なく勝てんねん。あのー、強くない人とかやったらね、強くない人って言ったらあれやけど、あの、めちゃめちゃ強い人以外とか、まあ普通に自分のレートぐらい、2200ぐらいまでいったら全然多分勝て,てんねんけど、このミーヤのね、 あのミーアのリーダースキルがなんか体力が黄色いなったらドリンクをお届けするよみたいななんかそういうやつやねんなで前でデ SS 続きまんまやとかちょっとわざとスライスで返したって感じなほんでまあまあまあえっ、ー、と何を話してたんやっけそうそうミーアのリーダースキルが強いっていう話やねだからこの越前の体力がないっていう状況をまあそれで緩和することができるし春で殺されても越前でまだいけるよっていうこのこの最強のコンボだこのコンボとこの相手のこのめちゃめちゃ上手い人ねこの人の あの PS が重なってしまうともう勝てないんです <laughs> いくらねあの割とカレンって相性いい方なんですよ、H、自然とやねんけどあのまあ、いい方で言ってもまあまあまあでもあの、うん、全然勝てる範囲ではあるはずやねんただもうそこの2体が組み合わさるプラスあの,あの PS で来られると無理なんですよ <laughs> それはそれはもうさすがに無理なんですよマジであ,あえてこれスペシャル売ってないのはあの検証のために <laughs> 売ってないっていう感じですはい なので,でもこれはガチ試合じゃないですねまあでもそれでも私全然負けてしまってるんで <laughs> あのはいめちゃめちゃ強いですねやっぱりあのこの編成が悪いとかじゃなくてマジで PS が高すぎる、うん、高すぎるんよマジで <laughs> マジでだから1年で普通に強いな、S、この SS とか結構固まったりするもんな普通にテニスとかさ結構 何試合も連続でタワー行くやんかほんだら携帯の端末とかも結構熱くなってくるわけやほんだらさもうガッチガチ固まるよね普通にあ,あ <laughs> マジで越前に SS 打たれてた画面固まって2秒後にもう得点されてるみたいなもうなんか固まってるまま2秒経過してあれなんかえ負けたみたいな <laughs> そんなことが日常茶飯事でヘリを打たれたらもう無理あんなん抜けるに決まってるやんなほんまに あんな取らねえ、あんな。だってさ、あれダイバーやんか、前に。このダイビギミック。あそこからヘリを撃たれて取れる人なんかおるおらんよ。<laughs> マジで。うんこれ、これのファフナーのいい仕事っぷりやばいよな、マジで。あなくなってたか。あだからロブで売って、スペシャル、スペシャルじゃん、SS でボーンやろうと思ったら、もう普通に返されてたっていう。で、やっぱ強えーってなるよね。やばいね、ほんまに。SS とか全部ボレーで返してくるんでびっくりせんそんな。ああ。へへへやらかしてるわ。<laughs> いや、マジでね。 s s をボレーで返せる人ってほんまに尊敬するわ、マジで。<laughs> あのまた同じ人なんやけど、まあ、次はグラス。まあ、僕が前に紹介してる最強編成のグラスでいったっていうことですね。はい。まあ、じゃあ強いんですよ、やっぱり、この人は。ま、あ初手はね、もちろん手段でいきます。まあ、セレナはね、体力か削れるんですけど、まあ、リープでね、移動できてしまうということがあるので、 まあ割ときつかったりもするんです。まああの、タミニアスさんとのね、あの試合でもね、あれなんですよ。ジュダーで戦ったんですけど、まあドリンクンとかにも左右されますし、まあでもめっちゃの褒めてくれた。なんかあ、ジュダー普通に本気編成入れるのありやな、みたいな。まああの,あの人は本気編成では入れられへんよ。もう高齢とすぎるから。もう全然、だって今の時点でタワー15位、e、とかやって。えやばない。<laughs> 15い、e、って、みたいな。<laughs> そう。だから <laughs>、バケモン強いんよ、マジで。 まあまあその人に、お、普通にジュタ強えなって言われたから、俺は今、ちょっとご満悦。でもね、あの、エレンに勝てないんよ、この編成って <laughs>。あの、それはね、あの、PS とかっていけるよ。リリカでね、あの、交代時リリカって空中ギミック向こうやから。だから、てか俺もね、これめちゃめちゃ頑張ったよ。なんならこれ、買ったやろうと思ったんやけど、 でこの試合、もめから初めから言うとじゃないな。結論から言うと負けたんよね、この試合はね。おうまいな、それ。<laughs> <laughs> なんで、何話そう、そうそうそう。めちゃめちゃ、でもほんまに、ラインズマリリカで勝てるんよ、エレンって。やねんけど、めちゃめちゃと取られた。でも見といて、今から、これ大健闘するから。で普段やったらこれで決まるんよ。俺いつもやったらこれでな全然勝てんねんけどな。今回は勝たれへんかった。今、これ空中向こう続いてないリリカな。それでも結構、 戦えるんよこうやって体力削るやろほんでこれ鋭角でずっと打っていくね頑張ってまあそこまで鋭角に出て,てないのはちょっと申し訳ないんやけどまああの一応鋭角で打ってるつもりやねんなほんでオンザでこう端っこに寄せてスマッシュで寄せてとかいろいろすんねんけどちょっと今のは今まだまだ大丈夫ねうわこっからこっからこっからもっともっと行くよいくよ,いくよえー、いいねこれ決まるやろ普通なんでやねんってなってて <laughs> ほんで次,次ボールめっちゃうまいから見といて、えー、これこれ決まると思ったよ決まれんやばない Q <laughs> エレンスインゲリアバケモンやみたいな <laughs> これ PS とかのものじ,じゃないよな普通にエレンバケモンってだけやんなあれはさすがに <laughs> いやそんなん強すぎるわお前いやー無理やこれフレームやからスタンプ押してるだけな <laughs> 普段俺たーでは別に押さんから <laughs> いや、ほんま、えぐすぎる。ほんでまだでかいんかいっていう。な、まだワンポイントしか立ってなかったっていう。ほんであえて絶対セス溜まってるっちほんでヘリオやしね。ほんであえて多分ジャストとしたらね、これセスすってくる感じなんやと思う。ほらー、無理。<laughs> いや、マジでな、エレン、えぐい。ほんでこれ次俺さ、スルーしたらよかったのにさ、あー、チャワリリカで交代辞してくんのか。 それはしょうがないな。それはもう続行するしかない。ほんで今のは何落ちもらってるのか右やと思ったよね。フォアゴアやと思ってしまったよ、本当に。まあフォア禁止やったからフォアの方打ってくると多分思ったんやろな、普通に。まあ、単純な考えですよ、皆さん。僕るほど、腹パネラ、腹パネラっていくよ。はい、ダメでした。<laughs> これね、あのー、誰やったっけ光の方か。光の方にしたとしても、エレンに得点できなければ解除できへんから、意味がないと。<laughs> っていうか、もう普通に、エレンあとは あのワンポイントこのポイントで特上状態切れちゃうから2ポイント間だけやから、正味光の王でいってメリットはないねんけど、なんか光の王になった方がいいっていうことを聞いたから、あのその練習を兼ねて、光の王でいってるって感じかな。いや、<laughs> 今のアウトっぽかったけどギリセかな。でぶん、まあ空地ギミック聞かへんと、まあ光の王でも多分、ノクバ向こうやったから多分、多分やけどな。だから、エレンのその上から降ってくれるやつは大丈夫やと思うねんけど。でまあ やばいと。いや、あー、文章通り抜けたーって感じ。<laughs> やっぱ強いよね。